今日は本当の総決算のつもりでいこう。でミスをした方が負け。うん、まずコーチ陣を選ぶと、はい、こういうことで、まあ、田淵はその私とタイガース時代一緒にやりましたから私の気持ちもよく、はい、野球も理解してくれてますし、さあ内野コーチサードベースコーチと言った時に、やっぱり田淵を呼んだ場合にやっぱコーチ呼ばなきゃいけないだろうと。でもいい意味でも悪い意味でもね、この3人揃って一人前ということであってね、まあ周りから言われましたけどね、仲良しコンビでオリンピックなんかいけるかと。でもいつかこの3人で同じユニフォーム着てやるのが一つの夢だったんですよ。ですからね、もう何と言われようがね、もう全責任を俺たちが負って、もう思い切ってやろうやと。まあ秘策はもうお祈りするしかないですそんな神頼みじゃないでしょう。いやいや神頼みじゃないでしょ、選手頼みです頼むぞ頼むぞと一球一球祈ってましたね。どんどんプレッシャーかけてくれと、我々に重圧をどんどん金メダル金メダル言ってくれと。もうそれと喧嘩して勝たなければ男として意味がないと思ってますし、必死にやれば必ず感動を覚えてくれると、はい、結果も出てくると、しびれさせてあげる本当にね、もうトイレに行くのもじっと我慢するような展開にさせてあげる。北京で私が胴上げできるようなね、北京の8月季節外れの花を咲かせてやろうと思ってます。もう本当もう人生かけてやります、はい、申し訳ない、ただその一言です。勝つぞ。非常に気分悪い、大勝ちですよ。もう一つ、田淵浩一とか山本浩一は何やってるの。勝つだ。それ同級生の子分になってね言ってるぐらいだから、喧嘩したぐらいでもね、うん、やっぱり助言したりね、そうですね、やらないと。